おつまみや。こんばんは。いい音。うん。何豆腐？木綿。絹かな。木綿。木綿絹なんかしっかり絹なんか絹ごしだけど。うん。わかんない。最貧の次が最貧珍しい配信イエーイ。マイチがなんとどこでもドアを使ってきました。はい、最近の趣味は魔法を使うことで。ええ帰ってもらってさよなら。キムチ食べてマスクしたらもうキムチめっちゃキムチ絹ごしふわ様やって。ふわ様、はい、もちろんもちろんこちらもございますと確定とこいつもいます。何歳なもう。何歳ちょっと失礼だぞ君、失礼だぞ。キムチくっすってなるよね。言わないそんなこと。なんか毎回さ、なるよね開けた瞬間な。でも美味しいね。ゲソきたー。ゲソってきた。おじふわ頑張れ頑張れ。な、絶対今この部屋臭いで気持ちするね。食べていい？うん、いいよ。ちっちゃいのでいいや。美味しくない。マシュマロ？マイチ好きな食べ物マシュマロって書いてある。うん、キムチ鍋。おお、指が臭い。いい感じに嘘です。ふーちゃんの指はいつもマシュマロの匂い、ケーキの匂いがします。いちごのな、お菓子パーティーじゃなくておつまみパーティー。うん、さっきチーズタラ食べたわ。あっさ、お好み焼き屋さんのゲソ焼きめっちゃ好きやね。なんかイカのバター醤油焼きみたいなめっちゃ美味しい。あ、わかる。わかんの？まだこんな状態じゃないやつだろ。そう、あの、なんかもう新鮮なやつ。アイドルはマシュマロしか食べないと思ってた。これな、あの、ね、マシュマロ味の、じゃあ、ゲソ味のマシュマロ。そうそうそう、そうなんです。形もゲソみたいなマシュマロ。マシュマロしか食べられへんもんな、マイラ。いや、本当にさっきはいちごマシュマロ食べた。水割りください。どういう組み合わせ。え、お前ら仲いいよな。うん、だからもうメールとかでは結構ふわの名前出すかも。ブログあんま、ブログでは書いてるかな。イエーイ。なんかさっきなに、歯の間にゲソが入って痛かった。
チャーちゃん。え、そう、フーアはマイとワカナのことをチャーちゃんって言うんですよ。だからな、ワカナとチャーちゃん選手権しよう。どっちが本物のチャーちゃんかって。どっち結局。え、チャージ、なんか。前はチャーちゃんがいいね。うん。ロカニャンはほう最近ワカニャって言ってるっけ。ワカニャ？ワカニャ、ワカニャじゃなくてワカニャ。ワカニャって言ってる。言い方全然違う。最初はピーちゃんとかじゃなかった？ピーちゃんとかなって、チャーちゃん。じゃあチャーちゃんってフワが言ったら、マイもワカノも振り向くから。アイカのこともチャーちゃんってよくない？うん。の？え、さ。わかんにゃ。さっていうさ。フワチ。フワリンかけるマイチ。私マイチなんですよ実は。みんなマイチって言うから。あ、めよかゆかかん。よかん。これくらいこの気象さん。うん、よし。よし。聞こえる聞こえる。みんな、みんなには座ってます。うん。だるま。だうま。大きくもあるで。だるまありがとうございます、シューマイさん。シューマイクマだ、すごい大きいね、これ、うん、どこだ、読み映え、ハートいっぱい、どこ？多分ちっかなたさんだと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。な、これ初めて見た。クマ。ガオ。クマノップ。クマノいっぱい出てきた。あ、卒業シーズンやからこのクマも卒業のやつかぶってる。うん。卒業おめでとうございます。誰？ミクちゃん。初音ミクさん。初音ミクさん。はい。うん。はい、かい。卒業おめでとうございます。どんだけあんの？え、なんかあれだな。見せた。見せた？卒業おめでとうございます。おめでとうございます皆さん。当たったん？え、なんかね、クレーンゲーム取った。うん。500円のクレーンゲームで。ええー。実質500円。でかくなっていく。うん、届いてないよ。お腹すいた。お腹すいた。食べる？これ多分過去一臭いやつ。ねえ。いや、嘘です。いい匂い。マジで。美味しくない？うんうん。美味しいよな。歯折れそうや、こんな。ちょっとふやかする。この前初めて研究室公演入りましたって。本当にどうだった？ありがとうございます。ふわが一番可愛かったでしょ。あ、美味しい。これ
なんかあかりんさんの推し席、うん、みたいな、推しシートみたいなあるらしいで。あーなんか硬いまま飲み込んでる変われかえりさん、うん、前あかりん推し席当たりましたなっきゃ毎年だけどふわりんえ、そうピンクも振ってると思った、曲によって曲によって変えとるないやちょ赤青とピンクうん、なんで前この後はコーヒー食いん落ちてるからかふわちゃん関西弁喋れます？喋れるけマイチーの真似してあげる、うん、これはもう本当に分かんないと思うけどごめんなさいやって焦ってる時のマイチー、うん、おはようございます。でふわこれふわだとして、うん、おはようございます。マイチーおはよう。ほんまにやばいほんまにやばいわほんまにやばいちょっと遅刻しかけた時のなんかほんまにちょっとほんまにえマネージャーさんどこすかほんまに似てる本当にこれそう前髪自分で荒らして自分で直すっていう顔が赤くなったもんでワカニャンのマネいきます、うん、うわよく頑張ったなご飯行こな、うんうん、よねや頑張ったよねや、うん、お前偉いわ、うん、唐揚げ買ったろか、うん、ですまいちほんま頑張ったわ。もうまいちすごいねほんまに。ふわほんまにすごいねほんまに尊敬するわかんないそんなんできないの似てる似てるほんまにお母さんみたいな。ご飯行こなようねえやで最近はマイチーチーって言うねん。でんーあと誰がおるディスってないですよこれ優しい。あ、アンチの真似いきます。ちょっと単独でいきますね、うん、なんか先なんだろう人の間とか通るとき、うん、すいませんすいませんそうなんかさ申し訳ないほんまにほんまにほんまに申し訳ない。あのされてらっしゃったのねしていらっしゃったからですすいませんのさうーよなすいません、うん、すいませんディスってないよ。違う。ほんまにこれやねん。ほんまに。これ仲良いからこそやってるんです。そう。さつきって書いてあった。ね、じゃあさつきいきます。ちょっと待ってな。あ、違う。鏡。いける？いきます。まあね。ちょこれは。モノボケ、うん、ちょ鏡ある。あ、モノボケの、あ、もうできれば手持ち鏡で、あのこの取っ手がついて、あ、これしかない。あ、ちょっと、うん、あ、ここにある。そう、アンジュ、マイラにも申し訳ございませんよ。これ、
愛かな、なんかふわやが話してて、うん、やんまりそれな、やんまりそれな、いやほんまそれなみたいな、え、愛かもさ待って、わかる、愛かもさ、いえ、ゆめに行けるマイチマイチ好きって言ってああ、え、割れてる、え、やばい、呪われた終わってた馬鹿にしてないいや、ほんまにこれやもんな、うん、本当にこれめっちゃ似てると思う本当にこれ似てるんよ、アンジュマジで似てる、うん、アンジュすいませんすいません、え、そう絶対眉毛下がるね、アンジュ、うん、かわいいあれが、そうワダさんの真似お願いします、ワダさんの真似は、あ、あ、オッケー、ふわとよく喋っとって、なんか、なんだったっけ、何言うっけ、みゆさん、みゆ、あ、ちょ、ほんま、いい加減せよえ、みゆそんな口、あー、うん、いい加減に、違う、え、みゆ、あ、でもそんな感じかも、ツッコミでな、うん、そう、ツッコミで言ったりするうん、みゆさんめっちゃツッコんでくれる、え、そう、みゆのツッコミめっちゃ好き、おもろい、かわいいし、すいませんじゃなくて、こう、すいま、なんかこう、なんていう、めっちゃ、すいませんとかじゃなくて、なんか、すいませんすいません似てるあんじゅ、夜もやったんだって、あんちゃん先輩も言っとこか、だって誰か、ちょっと恐れ多い、先輩、うん、おるかな、先輩むずいな、うんお前にほら最初にしたモノマネに、最初って何したっけ、マイチーのモノマネ、ほんまにもう前も自分かと思った、めっちゃ似てるあ、おもろい、初見です、ありがとうございますコジリン言っとこ、だってカリンさ ん、え、カリンさん、なんか真似っていう、なんか真似、特徴つかめんな、ふわ、なんだろう、あ、でもふわがカリンさんに、カリンさん好きですとかって言うぐらいよく、うんうんうん、なんかありがとうみたいな、わかる、なんかありがとうって、めっちゃ好き、あれわかるそう、なんかありがとうって、うん、ちょっと眉毛を、顔前をしかめて言うかりんさんが最高にして、アイプに対する、うん、かりんさん、うん、ありがとう、わかるわかるちょっとな、ネタでこうちょっと逃げる感じが面白いこんな感じあきら先生、あきら先生は、あきら先生最近会ってないわ、赤井先生は、でもどんな感じだったっけ、名言しか思いつかない、あー分かった、音楽流れとるな、うんみたいな、ちょっとなんかそうみたいな、ちょっ
の劇場公演の前のリハーサル前にステージの上でステージの上でステレッチをするんですけど、その音楽でマキラ先生はあの客席と客席の間で踊ってる。そうすごい。ちょっと通路出たらいいのにって思う。見習いたいな。あれオリジナルよな、うん、すごい。いつもちょっとストレッチしながら見ちゃうんです。わかる。怒られたらどうしよう。ごめんなさい。じゃみんながしてって言ったから。これはこれはちょっとこれダメだよ。あおもろい。食べていい？うんよ、全然食べていいよ。やった。あ、ちかしげさん、ちかしげさん、あ、そっか、 B のマネージャーさん。ちかしげさんはまあなあ、まあ頑張ってるからな。いや、なんだよ、もうやっと。尊敬しております。あ、まあなってめっちゃ言い張る。優しい、ちかしげさん。いやでもさっきゆなさんって来とったコメント、ゆなさんはなんか普段のとゆなさんな、うんうん、うーん、ゆなさんは、あ、すぐ質問いく。おきら先生、これってまるまるなんですかって聞いて、そのほんま10秒後ぐらいにおきら先生って質問するのはいいことです。そう、ちょこちょこついていってるようなのがめちゃめちゃ可愛い。で、ゆなさんはあとふっちゃんさ、じゃあさ、ここどんなの？あ、分からん。これふがにしか言わんけど、分からん。じゃあ、なんかふーちゃん、ふーちゃんっていうの、うん、ふーちゃんで、あ、お弁当、お弁当、これお弁当持っていて、お弁当役しといて、これ、うん、お弁当役な。ちょっといきます。リハーサル終わって、うん、メイク、メイクの順番の待ちの時に、うんうん、お弁当よっつって、まあ、みんな駆け寄ってな、取っていくが、うん、でちょっと残りなんか2、3個ぐらいになってなった時にゆなさん、なった時のこう来たゆなさん、うん、じゃあまだそん、あのみんながお弁当やって言った時は、うん、おらん、おらん、うんうんうん、おらんってメイク終わったりして、うん、2、3個残ってる時だ、うん、そうそうそう、うん、え、これ食べていい？え、これユナ食べていいん？食べん、誰も。あいつ食べた？え、食べた？ふっちゃん食べた？じゃない。え、これ美味しかった？全員に味確認。ユナこれ嫌いやからチンしよう。かわいい、ほんまにおもろい。そう、食べてるユナ、かわいい。もぐもぐして。ショールームの皆さん。これがもう本当にショールームの画面でゆなさんだとして、こう 朝の今日の朝、ゆなさん、おはぴよまるまるおはぴよ、それはふわき、ふわい、なんだっけ、ふわやん、なんかふわやん、あ、違う違う違う、違った違った違う、なんかコメントでふわおるみたいな、うんうん、ふわだみたいな、え、ふわやん、おはぴよ、わかる、八の字の眉毛、ね、そう、いいな、この口、そう、かわいい、皆さんもうめっちゃかわいい、本当に皆さん大好き。朝起きられへんから、そう、ゆなのショールーム、朝のショールーム全然見られへん。みさきも朝してるよな。うん、みさき、あ、みさきの真似は、みさき、ね、毎日ここわかんない。
やばいが、え、どこどこっつって、え、もうダメだダメだって言う、かわいい。え、そんなんだったっけ。え、標準語よな、あれって。美咲って標準な、名古屋弁、うん、なんか名古屋だけど、うん、最近結構関西弁も混じってきて、ね、あ、確かに、うん、ヤフーはもう関西弁映るもんなんかな。フーアは鳥取弁かな、わからん。鳥取か。みんな、みんながマイチというか、もうマイチになっちゃった。あ、マイ、美咲のちょびっとだけ、うん私やってないよ。わかる、私やってないよ。え、ちょっと、うん、関西弁混じりの、うん、あーみたいな。わかるわかる、かわいい、あれがかわいい。そう、さっきはね、物を買ってあげたくなるかわいさ。そう、ちょっとこれ以上やったら怒られるからやめます、うん、違いますよ、あの仲いいからこそできることなんです。そうですよ、これは、うん、本当にマイキーのモノマネめっちゃ好評。最後にやって、やってじゃあ、うん、じゃあ遅刻しかけてる、あのめっちゃ焦ってるマイのモノマネ。遅刻はしてなかったけど、うん、遅刻だと思い込んでるマイキー。そう、めっちゃ焦ってる前って食べてくる気合い入れてな。ちょちょちょ、気持ちいい、気持ちいい、大根がちょっと本家前におるから。早歩きで来たっていうこの風の、この風の当たり具合じゃない、うんうんうん、わかる。ちょっと前髪もセンター分けになって焦ってる前に行きます、うん、で、マフワイ学園に落として、うん、スタスタスタ、おはようございます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 って毎日、うん、おはよう、おはよう、ちょ、間にやばいわ、ちょ、間にやばい、ほんまにやばい、え、どうした、ちょ、ほんまにやばい、大丈夫やって遅刻してないか、ほんまにやばいわ、ちょ、森中さんとりあえず森永さん、ちょっとマネージャーさんに、ね、あ、そう、え、でも名前発表されてるよな。あ、そっか、大丈夫大丈夫そう、前髪長いとかの分かるけどさ、前髪短いのにこうやってまたほんまにやばい、またほんまにやばい、またほんまにやばい、ほんまにやばい、またほんまにやばい、これ直してまた、いや、ほんまにやばい、ほんまにやばい、ちょっと待って、どうしようどうしようどうしようって、そう、どうしようどうしようどうしよう、そう、目がパキってるそう、ほんまにおもろい、ほんまにおもろい、あー、面白い、寝落ち電話のワイン、寝落ち電話の、あ、じゃあワインのママの真似して、え、あー、いいよ、寝落ち、なんかふわと電話してて、マイが寝落ちして、うん、いいよ、で、ライスピーカーにしてるからお母さんもおるんですよ。でも本当に爆睡してて、そう、お母さんがなんか、なんか言っても起きなかったんです。その時の声、お母さんの声かけの真似をします。ちょ、まい、まい。席出る？だる。郵便屋さんでした。郵便屋さん、郵便屋さんでした。そうだ、忘れとった。毎日大丈夫？うん、そうだ、忘れとった方がこの時間に来るの。はい、郵便屋さんでした。はい、行きます。え、
何しようとしとったんだっけ、忘れた。あれ、ね、前あーね、うちのお母さん、おかんの、おかんやって、お母さんのモノマネ。顔は映っちゃいけんけん、多分これ。あ、そうやな、前のママのモノマネ。じゃあ舞ちゃん寝とる感じで、あ、寝とるっていうか、うん、電話越しの、いきます。舞ちゃん風邪ひくよ、ちゃんとちゃんとベッド行きなさい。うん、うん、分かってるって。もう舞ちゃん押しやんよでした。そうです、寝落ち電話してる時の舞のモノマネ。どうですか、どうですか、どうですか、どうですかって、あれできる、あれじゃないですね。まあ、こんな感じ、ふわ再現率が高いということでこれダメよ、拡散禁止だよ嘘だけど、アンジュもう一度お願い。アンジュはなんか、アンジュもう一個ないかな。あ、オッケーオッケー、分かった、アンジュもう一個ある。アンジュはないんですよ、配信するときは大丈夫だよ。え、全然大丈夫なんです、本当に安心してください。ちょ、マイチーがね、マイチーがウーバーイーツ頼んでたの忘れてたみたいです。もうマイチー、ほんと、もうもう怖かった、今までちょっと焦ったよな、うん、えってなった。ちなみに何頼んだんですか。なんと思う、カレーチキンカレー本気でごめんね、もう面白い、もうびっくりした。え、郵便屋さん、え、今日ほら寝過ごしちゃったけど夜来たんかな、じゃあ郵便屋さんって言おう、えってなりました。え、さ、郵便って夜来へんよな。うん、思った皆さん用心にしてくださいね早く。あ、そうだ、それでさ、あ、マイチ、マイチ早く戻っておいで。うん用心にしてくださいね。マイマルちゃんいるから大丈夫。アンジュの真似だな。ちょ、最後にアンジュの真似して落ち着こう。ちょ、まああの、なまあフーアとマイチとかアンジュとかアイピとかで話してるじゃないですか。それでなんかこう話してて、わかる？なんかフーアとさ、マイチと話しとってさ、お腹すいたんご話しとってさ、こう話しとるが、したアンジュがさ、うん、
いや、アンジュラはさ、どう？どういうこと？アンジュラはさ、どう？ラ、アンジュラ。あ、うん、アンジュラっていう。それアンジュもやねん。いや、それアンジュもやねん。そう、全部眉毛下がってんの、アンジュは。アンジュもやねん。置いていてくれて。ちょ、あれやねんな。ラインペイしてないよ。現金現金なんですまだ。だからちょっとお腹すいた、食べたい。アンジュラカタカナにしたら今お金払ってたと思う。ふわんちね、実はあのよいしょもう一つお部屋があるんですけど、そこ振りの練習とかができる部屋なんですよ。そこで今日は誰か一人足りないと思いましてね、起こしてきます。ちょっと別の部屋でワカニャンを、ね、あのワカニャンが眠いって言ってたので寝かしてたのです。ワカニャンが起きた。起きた。おいで。おはよう。え、そんな声でいいの？ほんまにいいの？そうなんですよ。眉毛も描いてないよ。若に起こすの悪いかなと思って。いいの？眉毛も描いてないよ。寝起きショール。こんばんは、カニャンだって。コマで支えて言うてでも2時間くらいにしとって8時4あ9時44分若にゃも後で頼み。何食べる？もう毎日乗せて怖い思いをしました。ごめんなさい。あ、ごめん。でもなんかわずか頼むの忘れちゃった。怖いみっちゃん、怖いよ。あんたの方が怖くてする。みっちゃん、さすさす。ツーショットやもうこれでいいやん。もうお前らもう一回寝る。もう一回大丈夫だよ。インターホンで起きひんかったん？だってドア機関銃そうやな。ウーバーイーツの人参戦。さすがに4人や5人になっちゃう。ワカニャの真似をご本人の前だって、はい、いじりや。みくちゃんがしてくれるそうです。お願いします。あ、じゃあ前が落ち込むな。うん、私なんかみたいな。お前は考えたの？大丈夫だって。マイティは頑張ってるって。もういいよ。じゃあほんまに考えたの？大丈夫やから。わからの方ができてないから。言ったことある。じゃあほんまにこれ元気でしょ。じゃあのご飯買ったろうか。じゃあ元気でしょ、うん、ほんまに頑張る。はい、来ない。アンジュにもこの前言いました。めっちゃ似とるくない？めっちゃ似とるくない？似てへん。そう、美味しいご飯食べや。ワカニャンはね、お母さんみたいな感じなんですよ。靴下写した、怒られる。靴下が眉間でこの色。見て。赤。大丈夫。大丈夫。綺麗やから。携帯倒しなよ。綺麗やから大丈夫。じゃあこれここちゃんとここ倒しない。今どっちが今どれ見て見て。靴下に尻尾ついてる。靴下に尻尾がついてる。綺麗、ちゃんと新品やから。面白い。肉球描いてるね裏に。今どっちが喋ってるだって。
え、これさ、ブーツ履くときかもさ、これ入れるね靴、見えへんように、え、靴それもおすすめなの、そうそうそうめちゃめちゃ、ま、携帯通しなよ、すいません、よっこいしょ、どこに置いてんのそんな、え、なん、お母さんが買ってきてくれたえ、わかにゃんいますよ、寝てました、わかにゃん、すいません、なんかお髪の毛ボサボサで、さっき一回起こしてんで、嘘やろ、わらわらわら、さっき一回起こしたのやっと起きんかってんで、すいませんでした、まあ、一回起こしに行ったんで、いやだ今吹かれたちょっとナチュラルに吹いたのバレちゃったやめてやめだってだってだって猫の毛めっちゃ黒やから生地が疲れちゃった。ナフはもうパンダのレッスンあったもんな。泣いてんの今日ちなみにフワはポムポムプリンを着ています。何渋滞してんねん、渋滞してんねん、渋滞してんねん、シナモンの種子はシナモンの種子どこやシナモンの種子どこや探せ探せ、うん、中にある、イエーイ、メガネだけ、メガネだけ、もう今日はあかん、ちょっとギャルっぽくしまいの、ギャルっぽく、ギャルっぽくして、ちゃんともっともっと前に出してあげーかわいいギャルピース、にゃんにゃん、にゃんにゃんやで、ほんま、あーおもろ渋滞ほんまにこれは飲めるん、うん、まともな前しかおらんわ誰もまともじゃない、目線外すのが基本やって、あ、ちょちょちょもう一回、やり直しやで、そこかわいい、吹いて、かわいい、かわいい、ミラーボールだ、パラパラ踊らない、イエーイ、パラパラ踊って、パラパラ踊ってあーおもろ、カオス間違いない、ポー踊りです、それ先輩、先輩ポー踊りです、先輩あー面白い、あと10分しかないって、いや55分になったら若菜のメガネだけ登場します、ちょっと迎えに来た、迎えに来た、それあるある、関西人あるあるで言われる、なりきって何の話してたん、さっきまで、ごめん、ちょっとみんなのモノマネしてたな、あしたらみんながこうリクエストしてくれたのにフガがしたら怒られるて、似てへんからな、じゃ似てんねん、あの似てんねん、ほんまに、ほんまにもう本家超えちゃった、本気超えたらもう前のモノマネ、モノマネとかじゃない、そモノマネじゃない、あ、マイティの髪巻けるモノマネはマジで誰でもできる、もう2回やった2回やったこれ大好き、かわいい、ありがとうございます、イエーイ、ふーちゃんのことだな、違う、見てアホ毛がすごい、遅れ毛か、くっついていいんかな、なんかさ、今度さマスクするこの間ショールームをした時になんかフガちゃん地雷メイクをしてほしいって言われてさ、うんうん、今度みんなでやろうや、お、え、やるー、なんでシンテスのなんでやってんねん、もうもうやってます、おししかかたんかたんしかをフガどういうむしで帰る帰る、かわいい、アゴチクワって何？アゴがチクワ。アゴチクワ。なんかしょいた。なあ。あと8分。ハッシュタグ東地方。何食べてんの？塩コショウ。
塩コショウ塩コショウ食べてました。めおいくるちゃんとねラベルをねうんおーいいよ座りおくじゃん大丈夫よアイピアの気の使い合いを僕には座りなよ気の使い合いセンターありがとうありがとうあんた家主やからアイピアなんかさ地雷とかよりなんか量産ヤミカワって感じやんな、うん、言うとって言うとって前ヤミカワかわいいハーフツインがいいよなほっとけない女の子やなもっちゃんの姉出てたよまあ私らも姉みたいなもんやんふーちゃんの姉ですね私らえそれ若菜とさずっと同い年感あるなって思っててんけどさ若菜一個下やねんなそういうせやねん。やめてよ、スクショ。そんなんかスクショ、スクショして誰か。誰かスクショ。スクショして誰か。誰かスクショして。かわいい。あ、アイカや。ラブ&ベリー。ラブ&ベリー。ラブ&メリーのカンカンに前、抜けた歯入れとった。最悪です最悪ですアギー最低高校1年生って信じられるこれがいやほんまに最低ちょっと明日からはふわと距離を置こうと思います距離を置こうほんと本当にねやばいよだオールスターやってオールスター感謝祭やイエーイマラソンしよう D ボタンチェック若菜赤色みんな何色え、前じゃあ青であた黄色なん D ボタン伝わるかなあテレビの D ボタンですかそうD ボタンであのオールスターあの赤坂マラソンしなくてせやねあの坂きついよね最後の難関ああ仲いいのか悪いのかどっちやねん鬼仲いいですさすなんかリモコンないかリモコンやばいあと5分だよあランキング読まへんとああちょっと恥ずかしいランキング読もうランキング読みますはい何言ってんだよすいません私が配信を止めちゃいました13位からいきます13位は大輝さんありがとうございますありがとうございます12位おさんありがとうございますあゆえおありがとうございますお11位すぎやんさんすぎやんさんありがとうありがとうございますありがとうございます10位さくらゆうぱさんありがとうございますゆぱさん9位、ね、9位えいじさんえじまるんごだろじじじありがとうございますありがとうございます間に合うかうん、間に合うよ8位、エイジーさん、急げあ、全然間に合う8位、エイジーさん、フワミンケンこれ、ドンブラコっていうやつかなテンテンテンドドドドドフワミンケンドラえもんかもしれなんか、若いもん思ったどんぐりかもしれんありがとうございますありがとうございます7位サンちゃんサンちゃんこれ、若なガチ恋の人ですちょっとライバル修羅場や修羅場ライバルやありがとうございますありがとうございますちょっと若にゃんのね今の肌の色はちょっとあのどんぐり色です、うん、今どういうことどんぐりこれはい次に行きましょう6位すえひろさんだすえひろさん朝もありがとうございますあ、ありがとうございますあ、大丈夫あわあわ
で、5位が5位が5位、あやちー、あやちーだ、ありがとうございます。どっくらふっちゃんちょっと急がないとな。あやちーダンス、この年上2人がこんなアホみたいな感じして。4位カズさんだ。カズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。この人、僕のことが好きな人。なるほど。して3位シューマイさん。シューマイさん、ありがとう。いつもありがとうございます。ありがとうございます。肉まん、モノマネしたら声枯れてきた。はい。して2位勇気のメガネさん。おー、てくれたんですね。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。してちょ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 、第1位ドク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 、第1位ドク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 、ドラムロールが長い。あ、長い、いつ来る、いつ来る、あ、長いぞ。もう来る、もう来るか、もう来るか。あー、まだ続けよう、どこまで持ち上げ、おっと、おっしゃ、止めた、止めたぞ。ありがとうございます。締め悪る。お前1位ちっかなとさんだ。ありがとうございます。あ、面白い。3人で打ちる、3人で、うん、え、いいの打てて、うん、大丈夫、全然わかんない。いいよ、さっき真ん中行き。今日はね、この配信、あ、待って、59分早く、あ、今日の配信終わったらスイッチしたいと思います。では、見てくださってありがとうございました。このまま止まるのを待ちましょう。なんか分かんないだけ、ちょっと寝てたかもしれないんですけど。寝てた。カレー食べます。文句あんの。悲しい。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとう、皆さんありがとうございました。バイバイ。ぽやしみ、あ、ふーわの持ちネタや。ぽやしみ、すいません、すいません。わかんない、後で爪切り借りて爪切ります。親指がちょっと見て、ね、あ、折れてる。ちょっと折れてる。あ、おろい。今日は楽しい一日になりましたね。皆さん体、夜はおいしいもん食べや。夜はこれこれで。わ。